有名な郵便局らしいです。今は使われてませんけど、津波で残ったらしいです。ここなんでやねん。ということで皆さんおはようございます。河内屋旅館さん、めちゃめちゃご飯美味しかったです。皆さん釣りに来るときとか旅行に来るときは必ず河内屋旅館さんよろしく頼みます。ということで今から、伊勢の方へ社会見学に行きたいと思いますんで、よろしく頼みます。もっと道を越えとかない。よろしゅう頼みます。でしょ、モズちゃん。ちょっと見てみるわ。どんな舞台でもあなたなら活躍できる。あら、できそうなことばかり。フォロワー増えるんじゃない。探すのではなく、どんなことも意欲的に向かい挑戦しましょう。あら、大きな夢を持ったら小さなことをくよくよせずにひたすら進みなさい。もうこのそのままやん。ありがとうございます。よろしく頼みます。すげえな。
あれか。ちょっと一緒に写真撮ったら。俺角が牙に入れへんのかな。借り取ってないやん。欲しいね。もう飲みたいわ。こっち行ってもいいし、ここで前伊勢うどん食えんのか。伊勢うどん、ここで食べたな。そうそうそう。水盛香りが来た時や。中入っていろいろある。はい、こちら。